リー・トミダマは、中華人民共和国、三等商入さん出身の自転車競技選手。当初は、陸上競技に取り組んでいたが、怪我のため地方代表選考会に出場することができなかったことをきっかけに、自転車競技に転身。1998年のアジア競技大会では、マウンテンバイクレースのクロスカントリーとトラックレースの団体追抜けでいずれも、銅メダルを獲得した。 2005年、マルコ・ポーロに加入し、ロードレース主体の活動にシフトした。2006年、ツアーを舞台で、総合優勝、ベスト・ファーレン・プライスで優勝を果たしたことが契機となり、翌2007年、ヨハン・ブルイネール率いるディスカバリーチャンネルへ移籍した。しかしディスカバリーチャンネルが2007年シーズン限りで、解散したため、2008年、マルコ・ポーロに復帰。2009年、 国内選手権、個人タイムトライアル優勝。2010年、ブルイネールが監督を務め、ランス・アームストロングが、中心選手となって活動する、チームレディオシャックへ移籍することが決まった。3月に開催されたドワルス、ドール・フラン・ゲレン終了後に採取された A サンプルにおいて、クレンブテロールの陽性反応が出たことが4月22日に、判明したため、出場保留を受けた。 同年8月1日、B サンプルでも陽性反応が出たため、2年間の出場停止処分を受けた。これについては、中国では、養豚場でのクレンブテロールの違法使用が後を絶たず、国内外で中毒事件などが問題となっており、和田アンチドーピング研究室のディレクターだった、ダウディボアーは検出値があまりにも低いため食物、汚染であり、 恋の不正行為ではないのではないかという見解を示している。2012年、中国のコンチネンタルチーム、ハンシャンサイクリングで復帰し、ツアーオブチャイナ1総合32位、ツアーオブチャイナ2総合23位、ツアーオブハイナン総合54位、ツアーオブ太古で総合30位、ツアーオブ復讐で総合4位と2年間のブランクを感じさせない走りを披露した。 2013年、ツールドランカウイでは、数回、逃げに乗りチームメイトの中国語の翻訳や、集団牽引などを行い、自らも総合71位で完走している。2009年、2010年、2012年、2013年、レディオシャックサスペンズ LI ア,アフタードーピングポジティブ、レディオシャックの冬、B サンプルでも陽性反応サイカリニズ4月22日付記事、レディオシャック。 SLI フュポジティブテストカンファームドサイカリンニーズドットコム8月1日付記事ダッシュ CYCLINGTIME.COM8 月6日付記事。ありがとうございます。